皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回はね、またね19路盤の囲碁実況をやっていきたいと思うんですけれども、やっぱりねアカウントが上がったことによりどうしてもねすごい多分戦いの碁になることが予想されます。今回もね戦いになった時に、一生懸命ね読んで、できるだけ皆様にその状況をお伝えしながら精一杯打っていけるように頑張りたいと思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いします。今回ねお相手韓国の方ですね。よろしくお願いします。はい、というわけでね、星に打たれたので、どういう風なね布石にしようかなというとこなんですけど、前回ね3連星の碁を皆様にお見せしたと思うんですよ。なので、今回白番2連星で、なんか他の場所にもし黒が打たれたら3連星にしようかと思ったのですが、かかられちゃったんですね。ここでこういう風に打つ構えもなくもないんですけれども、ただ個人的にはあんまり、そうですね、得意じゃないというか好みじゃないと言いますか、ここはやはり受けときましょうかね。はい、一般的に、これ一発打ってここに三々に入るっていうのは今ものすごく大流行している形ですね。これに対して白はこっち押さえもこっち押さえも両方あります。両方あるんですけども、こっち押さえの方が若干多く見られるかなという印象なので、こっちからいきたいと思います。で、伸びと桂馬どっちもあるんですが、伸びて、多いのは桂馬ですね。ここで桂馬に打つっていうのが、つい最近並べた、私が棋譜並べしたプロ同士の碁でありました。もちろん飛ぶ手もありますね。飛びはこの白のこの出て押さえて切って当てて切って抜いて抱えられた時のこのシチョウが黒有利っていうのが条件なんですが、ここに星がいる場合はもうね有利です、黒が。はい、なので大丈夫。ここでこの半三にまた入るっていうのがね、またちょっと今風なのでやっていきたいと思うんですけれども、この構えになった時はいずれ黒はすぐにここに打つイメージですね。先手を取ってどっかで、だから例えばここで私が滑りとか打ったら多分次ここに打たれるんじゃないかなと。押しで来られましたか。なるほど、そういう手も確かにありますよね。ここね出決めたくなるんですけど、自分自身もダメが詰まっちゃうようなところが少しあるので、ここは跳ねから行きたいと思います。で、跳ねられたら伸びて打とうと思いますし、繋がれたら伸びきるのかな。はい、ですが羽が一番ね考えやすい手でしたよね。ここでね伸びて次出切りますよと。でも多分次で打たれると次思いますね。次の手は次って次ばっか言ってるんですけど、多分次ここ打たれるので、そうなった時にコスもうと思ってました。はい、私その次の瞬間コスもうと思ってたので、ここでここに打たれたのはしかしちょっと意外は意外なんですよ。このまま放っておくのは厳しい手が特にないということか、ないのか、別にないと言われればないような、出切りに対して切った方を取っておけば大したことないと言われればそんな感じもするんですけど、悔しいからやっていきたいと思います。押さえですよね。でこっち切りだとここに打たれてこう打てば取れるんですが、この2目を取る程度だとちょっと大したことがないというか悔しいので、こっちからやっていきたいと思いますね。で、ここに多分打たれるということなんです。そうなんですよ。で、こう当てて抜きですよね。本当は伸び切って打ちたいんですけど、ここに打つ手が黒からの攻守で、こういくら切り離しても自分自身がこう2線をはわされるのでは大したことないですからね。これはだから切りぐらいかなっていうことなんですけども、しかし大したことないですね。やっていきましたけど、はい、こうやって、切り1本で逃げて、次にそうですね、当て、はい、当て打たれましたかね。でつなぎぐらいの相場でしょうかね。いや大したことないし、この逃げ出しが残ったので、仕掛けていったもののちょっと微妙だったなって思ってます。抜いときましょう。これも気持ち悪いので、はい、抜いてここに厚みを作りましたけど、黒は先手で収まりましたし、ここに回れたので多分部分的にちょっと黒がいいんじゃないかなって気がしますね。でこれ羽継ぎ打たないと持たないので羽継ぎ打っときます。で多分次ここ守られますね。ここ次か、この辺打つのがいい、あるいはもうこう
開いちゃうっていうのもありますね。ここ別に強いから開きぐらいでっていうのも十分ありえますね。ちょっとね微妙ですね。ここ白凝っちゃってて、この厚みを生かせる展開じゃないので、うんうん、まあ、うん、せいぜいこの辺とかハサミを打ってなんか打開していきたいと思っていたところなんですが、ここで挟んで来られたのは、まあ、急所ではあるんですけど、今来られるとは思ってなかったので、まあ、ちょっとびっくりしました。まあ、しかし例えば白が他の場所に打つと黒からここに打ってばこの2個が取れるのでっていうことなんですよね。だから抑え込んで戦っていきたい、うん、抑え込みたいですね。抑え込んで一応この1目も少し狙いますよということを主張していきたいなと思います。ここでしかしこうやるってことか。三々ですか。まあ地に辛い方ですね、お相手の方も。とっても、まあ私も人のことは言えないんですけど、すごい地に辛い打ち方を選ばれている印象ですね。まあこれを逃げるわけじゃなくて推進にしてもいいから、とにかくここで稼いでしまおうっていう打ち方です。次多分羽あるいはコスミを打たれると思いますね。コスミがいい手かもしれませんね。まあ跳ねて押さえてつなぎつなぎでコスミ、あ、ツケか。ツケも回る手ですね。ツケに私がこう打ったらこう切っていって、この切り込み一発で跳ねろうってことで、ここの切りが一発入るのが結構嫌なので、これこっちから行きたい気持ちは山々なんですけど、こっち押さえぐらいだと思います。で引いてつないでってことですね。引いてつないでつなぎを省略するでもってチラッと思ったんですけど、あまりにもね気持ち悪いので、これは白もつなぎぐらいですね。うん、まあ一応ね黒はほっといても生きてはいるんですけれども、白からこのコスミだとか下がりだとかそういった全部効かなきゃいけなくなっちゃうので、まあ羽根継ぎを打っとくっていうのはなかなか、はい、有力な気がします。気になるのがこの切りなんですよね。まあここつなぎがまあ普通に考えれば定石というか、まあ一般的に多分ここに打つんですけど、ここに黒が守られなかったので切りたくてしょうがないですね。切って、まあ、切りたくてしょうがないって表現は変なんですけど、まあ、切って黒にこっちに来てもらって、まあ、この石をちょっと攻める展開にしていきたいっていうのと、まあ、こう伸びてちょっとこの黒にも圧力をかけたいみたいな気持ちがちょっとあります。これでお相手の方今ここ打たれたので、そしたら次私ここ挟んでいくんですけど、もしこの手で二間開きを打たれたらここ覗こうと思っていました。まあ、この覗きを打たれるのおそらく嫌だったのでお相手の方ここに打たれたんだと思うんですね。まあ、これ上から行っちゃうとね、こうやって開かれてちょっと楽させちゃって悔しいので、これはしっかり詰めてこの石をね攻めを強調していきたい。でここに壁が控えているので、まあ、望むべくはというかこの壁を利用して、まあ、この黒を攻めていきたい展開ですね。まあ、例えばここに飛ばれた時に白も飛んで、まあ、黒が飛んでってなった時に、まあ、ちょっとこっちを封鎖するような手も残ってくるしということをまあ視野に入れてたので、お相手の方も単調に飛んでいくのではなく、こうやって工夫してここで目を作ろうというふうにまあされているところですね。まあ、しかしそう分かっていても私としてもこれ1目取られるわけにはいかないので、このように打ってやっていきたいと思います。ここでもしつながれたらお相手の方がこの切りに対しては上から当てていって取れているので手抜けるんですが、ダメを詰めてこられた時ですね。ダメを詰めてこられた時にちょっとまあ形をどうしようかなっていうことを少し頭を、はい、使うところです。まあでもこうやるってこの切りを強調しないと面白くないっていうことですね、お相手の方の意図としては。まあ、ここでこの羽をちょっと打てるのが少しだけ気持ちのいいところで、次にここに当たりをすればこれ切り離せますから、黒も多分つなぎで打たれると思うんですけど、もしこう打たれたらつないでまた次白からここに打つ手が残るので、はい、ちょっとこれ眼形と形を少し崩しました。さあこの切りがどうなってるか、下から当てていって一応分断できているんですけど、まあ下から当てていってここに打たれたら下駄で取られちゃうような意味がちょっとあるんですが、受けるのが悔しいのでね、ちょっとこっちに先に仕掛けていって対応
聞きたいと思います。というのは、まあ、ここでまあ何か私が受けて、まあ、こうやって白が逃げた時にここにまあ黒に開かれる手、ここにとにかく開かれる手っていうのも大変大きな手なので、それを先に分断するのと同時に、ここの戦いによって白に壁ができれば、ここに受けても十分この黒を取れる可能性が出てくるので、先にこっちを仕掛けていくことでこの壁を強化しようっていうのが白の狙いになるのですが、切りに伸びてよく見たらつながれて、こうやってこっちで私がまずいということを主張されていますね。ちょっと恐怖心に今駆られています。これで逃げられた時にですよね、繋いだ時にこう切ってこっちが先に死ぬっていうことを言われてるんですよ。それは困るぞ。なのでここででも繋いで切り伸び伸びで、しかも多分主張悪くって、でこっちに打たれると白結構手が短い、短いのかな、6、7、8、いけるか、いける、あれ、いや、いけなかった、間違えた。でこうやってこうやった時に伸びられて、伸びられて、そう、あれ、でもお相手の方も妥協された。いや、これはちょっと早碁なのでお互いパニックってますけど、いや、一応今この切ってこうやった時にこうやる手がもし成立していれば、私かなりピンチだったかなと思ったんですが、まあお相手の方もここを一旦バックされたので、まあ一旦、こう打ちますか。もうじゃあこれ切り入ると結構きついのでバックですね。でお相手の方が次多分曲げられると思うんですよ。そうした時にここに急所に入れて、もうあのこの3個を取らせる代わりにこれ全部取るような感じでいきたいと思います。いや結構私これ危なかったような気がしたんですけどね、いやどうだったんでしょうね。ちょっとこれはまた後で時間を置いて考えてみないと分かんない。まあでもここに打たれるとやばいっていう風にお相手の方も感じられたので、こっち守られましたね。ただしここに守ったことにより、ここに打たれてこの一段が結構危ないんじゃないかなという気がします。いや囲碁って あれなんですよ、そのチャンスが来るじゃないですか。でそのチャンスを逃すと、その一瞬のチャンスを逃すと、もうあと一気にそのことにより、まあ、相手に全部流れがいっちゃうってことがすごくよくあって、だからもしさっきお相手の方にもし決め手があったとすれば、あの本当にここでちょっとあの白バランスを崩されちゃったっていう可能性はあるんですよね、流れ的に。まあこれでその攻め合いなんですけど、黒が勝ってればいいのですが、おそらくこれ勝つの難しいので捨てに来られてると思うんですね、この黒一段を。はい、おそらく捨てに来られています。でここで手を抜いて白が勝ってれば良いのですが、際どいんですよね、結構際どいので、これは受けとくぐらいですね。まあ、白一発これ打っとけば確実に取れています。攻め合い繋いでも差し込めば、黒の方が手が短いので勝ってますね。まあ、ただ一応繋がれたのは、それでもここの攻めのあのなんていうかダメ詰まりっていうか、将来そういう意味が出てくるかなっていうことだと思うんですけどね。そうですね、はい、まあ、やっぱいりますね、これ一発これ打っとかないとちょっと気持ち悪いので、はい、打っときます。まあ、これはつないで、はい、 OK ですね。でまあここ切ってこられる可能性もあるし、あるいはこっちにしまってここの模様の拡大で、勝負される可能性もありますね。そうですね、まあ、まあ、あとここここもまあ大きいところですよね。ここも大きくて気になるところでしたね。まあ、私もこれも守っときましょうか。守っといて、あのこの黒の目を完全になくすような感じでしていきたいと思うんですが、ここのタイミングでこっちから来られたのはでもかなり頑張った手で、ここ分断されちゃうので、この手ではこっちで来られるかなとちょっと思っていたんですけど、まあまあそれだと、しかしちょっともう本当にそのなんていうか、ここってやっぱ取られちゃったので、普通の手を普通に打ってるようではちょっと苦しいというふうに思われた可能性もありますよね。
ちょっとここも頑張ってなおかつここも盛り上げてそれでここも生きるぐらいじゃないと、少し勝機がないんじゃないかなというふうに考えておられる可能性はありますね。ただし実際のところこれだけ壁が控えているのでこの中で生きるのは結構ねいろいろ技を駆使しないといけないような感じがするので、はい、大変なとこなんですけれどもね、白ももうその無理やり取りに行くというよりはもうお相手の方がもう生きてもいいから取りに行くてもありそうはありそうなんですけどね、形的に例えば当ててつながれますよね、ここの時にこの急所とかに打てば結構これぴったり止まってる感じもするので、いやじゃあちょっと行っちゃいますか、はい、こうやってやって全部ちょっとこれ丸ごと狙っていきたいなと思います。でこれこっから切って伸びてこうやれば部分的にこの白も危ないんじゃないかっていう風に見える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この黒がね取られちゃってるので残念ながらこの白はちょっと手が長いので助かってるんですよね。なのでこの手に対しては黒がここに打ってもこう打てば欠け目なので、何かこう受けといて、差し支えないかなという気がします。ちょっとこれちょうどねこれが急所に入っちゃったので、そうですね、生きるのが大変ということで今お相手の方が、投了されました。いやしかしですねこれはたまたま幸いしたんですけれども、私が何をね騒いでいたのかと言いますとですね、この瞬間ですよね、ここ私がこの攻めを見てここに打った場面でつけて出られた手が大変な攻守だったかなと思います。で切った時に伸びて、繋いだんですけどこの手で要するにこっちに打っとけば安心だったんですよ、切りに、こういう風に打ってこっち取られてもここ取れれば大きいですからね。結構これはちょうどこの1が来たことによって黒がここだけで生きるの大変な形なので、このように打っても目が1つしかできないですからね。こういう風に打っとけばおそらく私は安心だったんですけど、実戦はですねここに繋いちゃったんですよね、1回で出て黒の切りに伸びて、でこれに対してはこの2目がここ次打たれたらシチョウだから受けるしかないんですけど、の時にこれに対してこういう風に打てば攻め合い勝ってるなって思ったんですよね。こうやってもこれで白が攻め合い手勝ちになるなっていう風に頭の中で思ってたんですけど、この白4の伸びた瞬間にここに打つ手が見えて、間違えたってなんかちょっと叫んだんですけど、これ負けですよね。ここに打つ手がないんですよね。こうやってでもこうやってここに切り返す手があるのかな、すごい難しくてすみません。これに対してでもこういう風に打つ手とかもある、結局止まっちゃいますもんね、こうやってやっても脱出できなくて、で攻め合いなんですけど白がこう詰めていってもですね、やっぱ取られちゃいますね。白の方が先にこの集団が取られちゃうのでちょっと難しくなりましたけど、私がここ繋いだ瞬間切って伸びて伸びを打ってここに繋がれてたらこの白4個は取られてましたね。でこの白4個取られるとこの攻めもなくなっちゃうのではっきりと悪かったです。いや私はだから本当にここはちょっと難しいとこだったので、相手の方も実戦はこの3っていう風に打たれたんですけど、もしね、もし時間があって正確に読み切られてここパッて切られて伸び打たれてつながれてたらかなり危ないことをしていたなと思いました。本当にこの一瞬の本当にチャンスをちょっとうまくね、その私がなんとか回避できたので、最終的には幸いしたんですけども、ちょっとギリギリの攻め合いの勝負でした。ありがとうございました。